20年の記憶。現在の家に引っ越してから20年。俺はもう25歳になる。貯金をしたいため、隣の県まで電車通勤。何気ない日々。そしてこの20年間に起こった数々の霊現象。妹が5歳の時、かくれんぼ中に泣きじゃくる。理由は、電子レンジの上から無数の腕が手招きしているとのこと。俺が小学校の6年生の時、冷蔵庫を開けたり閉めたりする音。弟が中学生の時、隣の部屋から叫んで俺の部屋に乱入。寝ていたらお経が聞こえてきたらしい。弟の部屋の窓から無数の火の玉が見えた。部屋から、おーいと叫ぶ声。おっさんの声なんだが、誰もいない。家に帰ると、誰かの気配。誰もいないのだが、シャワーが出しっぱなし。1年前、階段が何回か水浸し。雨漏りではない。最近、1階の座敷、窓から、どんどんと人がノックする音。覗いてみても誰もいない。同じく座敷の障子が勢いよく開けられる音。母さんが誰か帰ってきたの?と台所から尋ねると勢いよく閉まる音。当然誰も帰ってきたわけではなく来客もいない。夜中に突然女の笑い声。10分ほど続いて、弟と家中探し回ったが、原因はわからない。窓に無数の手の跡、拭いた次の日の夜、拭くな、とマジックで書かれる。妹が、変なおっさんが玄関に立っているのを発見、近づいたら消えた。そして今現在、1階で、歩き回っている音。さっき下に行ってみたんだけど、誰もいなかった。すべて、実話です。クローゼット。格安マンションに入った友人の話。部屋は汚く、いつもクローゼットが開きっぱなしだったそうです。夜、仰向けで寝ていると突然金縛り。そのうち、仰向けで寝ているのに体が勝手にクローゼットの方に横を向くそうなんです。で、クローゼットの中から女の子が出てくる。彼に対し何かを訴えようとしているようなんですけど、声は全く聞こえないらしい。それって怖くないか?と聞いたら彼曰く。別に?だそうで。ある時彼はクローゼットを閉めている時は出てこないことに気がついたそうで、それからは閉めていたんですけど。ある夜、寝ていると例のごとく金縛り。体がクローゼットの方に勝手に向いてしまう。すると中から例の女の子が登場。怖くはないですけど困ったなと思い、なんで俺のところに出てくるのかなと金縛りの最中に考えていたらしい。その間も女の子は聞こえない声で訴えかけている。ああ、もしかしたら自殺でもしたのかなと考えていたとき、突然、体がすごい力で
仰向けに。彼の顔のど真ん前に女の子の顔があったそうです。動けない体で数分間睨み合っていたそうで、これにはさすがに怖かったらしいですよ。その時突然、携帯からメールの着信音が鳴って、金縛りが解けて、同時に女の子も消えて。メールをしてくれた奴に感謝をしながら、メールの内容を見ようとすると、違う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 、私は殺された、と出ていたらしいです。後日、友人の不動産屋に聞いてみたら、やっぱり事件があったそうです。トランクから。昨日の話です。仕事を終えて夜遅くに帰宅の途に着いていたんですけど、まっすぐ家に帰るのも面白くない気分だったんで、ちょっと山道を遠回りしていこうと思い、車を走らせました。小雨が降る中、まったりと走っておりましたところ、遥か前方を照らすライトの光に、人影を見ました。そこには女の人が立っていました。ポツンと一つだけあるオレンジ色の街灯の下、雨に打たれて。何をしているのかと思いましたが、付近には民家もありますから、近所の人かなと思いつつ、少しスピードを上げて女の人の前を通り過ぎました。そして何気なくバックミラーを覗くと、街灯の下には誰も立っていなかったんです。一瞬頭がパニックになりました。目の錯覚か、それとも幽霊。もう一度バックミラーを覗いても、やはり誰も見えません。汗がにじみ出てきました。道路は急な右カーブに差し掛かりました。私はブレーキを踏みながら、後ろをもう一度確認しました。ハイマウントストップランプが道路を赤く照らし出します。いました。ブレーキランプの赤い光の中で、女がリアトランクから顔を半分だけ出して覗いているんです。真っ赤な無表情な顔で。私は車の中で今まで出したこともないような声を上げてアクセルを踏みしめました。カーブを抜けてミラーを見ます。暗くてよくはわかりません。次のカーブに差し掛かりました。またブレーキを踏みます。ブレーキランプに赤い女の顔が照らされて、今度は口を大きく開けています。膝がガクガク震えます。後ろが見えないようバックミラーを大きく曲げて、前方だけを見て走ることにしました。しかし、ブレーキを踏むたびに何かが赤く光っているのが、おぼろげながら感じられます。しばらく走ったでしょうか、前方に車のテールランプが見えました。恐怖に駆られていた私は、追い越し禁止の車線にもかかわらず、その車を追い抜きました。その瞬間、赤い光が車内を照らし出しました。パトカーでした。私はとりあえず人に出会えた安堵感で、交通違反も気にせず車を止め、パトカーに駆け寄りました。おまわりさんは私の言うことを聞いて大笑いしていましたが、震えが止まらない膝を見て少しだけ真顔になっていました。結局同情してくれたのか、
違反の切符は切られずに、パトカーを後ろに従えて家まで帰宅しました。後ろが怖くて見れないから、ついてきてくれと懇願したんです。駐車場に車を入れるまで、おまわりさんは見届けてくれて、本当に感謝しましたが、私は心の中で、あのパトカーについていきなさい、そう念じてしまいました。引っ張られる車。本当かどうか知りませんが、私のおじさんから聞いた話です。おじさんは山道を車で走っていると、どんどん道が細く、両サイドの草木がボーボーで荒れ放題の小道に入っていったそうです。真夜中だったらしく、ハイビームで通行していると、時速10キロくらいじゃないと危なくなるほどの荒れ具合になってきました。サイドミラーが両脇の草木に触れるぐらいの狭さになり、これ以上は進めないと判断したらしく、引き返すことにしました。バックしようとルームミラーで後ろを確認すると、トランクのところに5、6人の農民らしき人が立っていたそうです。真夜中なのにこんな獣道に人がいるわけがないと思い、幽霊だと直感したそうです。そこでやはり前に進むしかないと思い、前進しようとギアを変えたとき、ふとサイドミラーを見ると、草木から出た数本の手が両サイドミラーをしっかり握っていたそうです。さらに次の瞬間、アクセルも踏んでいないのに、車が前に動き出したそうです。どうやらその手と後ろの農民によって車を引きずられているらしいのです。必死にブレーキを踏んだり、バックをしても無駄だったようです。結局、10メートル以上引きずられて車は止まり、幽霊も消えたそうですが、着いたところは手つかずになった祠みたいなところだったそうです。そのあたり一帯は昔、奪捨ての習慣があったところだったらしいです。そのおじさんは、きっと俺も捨てられそうになったんだ、と笑って話してくれました。家族のドッペルゲンガー。私は千葉の新興住宅地に住んでいる。この前、成田空港とつながったあの路線沿いの駅前にイオンモールがある駅。私が大学生の途中で引っ越しをしたんで、この辺りには全然知り合いがいなかった。そんな場所なのに、引っ越しをした直後から、なぜか周りの人が手を振ってきたり、声をかけてきた。見知らぬおばちゃんが、リエちゃん久しぶりね、また遊びに来てね、とか、ジャスコの店員さんが、私、妹さんと部活で一緒だった〇〇です。また遊ぼうねって伝えておいてください、って言われたんで、妹に伝えたら、誰それ?知らないよ。一体誰と間違えてるんだろうね。みたいな風に、とにかく誰かに間違われまくった。母さんもジャスコの店で、またパート来てくださいよって勧誘されたり、初めて行ったペットショップの店のお姉さんに、ももちゃん元気だった?って、犬までドッペル。なんかおかしいな。と思っていた、ある日の夕方、電車から降りたら、うちの父さんが、ホームで誰かと歓談していた。
あれ？会社の人と偶然会ったのかな？と思って声かけるのはやめておいたんだけど、一応と思って父さんの視線に入るようにこちらから歩いて行ったら父さんが気がついて、おって顔した。私もにっこりと笑って、そのまま自転車に乗って先に家に帰ったつもりだったのに、自宅の自転車置き場には父さんがいた。夕飯食べながら説明したんだけど、見間違いということにしておこうという結論になった。でも実の娘が、お父さんを他人と見間違えるかなと釈然としなかった。あれから10年くらい経ったんだけど、未だにたまーに誰かに間違えられてしまう。自分のドッペルゲンガーに会うと死んでしまうって言うけど、家族全員で一気にドッペルに会ったとしたら、そう考えるとなんかおっかないんですよね。近づく音。コンビニで買った本に載っていた話です。ある夜、A さんはなぜか眠れなかったそうです。そして眠れないまま3時頃になりました。すると外で車の音が近づいてきます。車は A さんの家の車庫に止まったようです。バタン、ドアが閉まる音。バタン、ドアが閉まる音。パタ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 。走って玄関に近づく音。ガチャン、トッ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 ト。玄関を開け、階段を上がってくる音がする。そして足音は、A さんの部屋の前で止まったそうです。A さんは一瞬、親だと思いましたが、やはり、変だと思っているうちに寝てしまったそうです。そして何日かして同じことが起こりました。その時も A さんは寝てしまったんですけど、今度起こったらドアを開けて突き止めてやろう、そう思ったそうです。そして何日かしてまた眠れない夜が来ました。明け方近い4時頃、ガチャ、トトトトトトト。ドアの前に近づく音。A さんは起き上がり、ドアを開けました。しかしそこには何もなかったそうです。変だなと思い、ベッドに戻って仰向けに寝ると、視界の隅に壁が見えるわけですが、そこに大きなポスターが貼ってあるそうです。A さんはそんなものは貼った覚えがありません。すると、ポスターがペラッと剥がれて、A さんの顔に覆いかぶさってきました。その瞬間、長い髪の毛が A さんの顔にかかったそうです。それはポスターではありませんでした。近づいてくるそれを見ると、そこには青い顔をして、真っ赤な目をした女の人が A さんのことを見ていたそうです。そして覆いかぶさる顔。A さんは気を失いました。それからはそういったことは起こらなくなったそうです。ちなみにこの話を聞いたり読んだりすると同じ目に遭ってしまうそうです。最後に描いた絵。自分が小学生の頃、おばあちゃんが亡くなりました。おばあちゃんは少し有名な絵描きさんでした。亡くなった時、地元のデパートの最上階で追悼個展を開きました。
古典の基本的な考えとして、売買とか譲ったりはなしと決めていたんですけど、ある男性がどうしても譲ってほしいというので、ばあちゃんが最後に描いた絵を譲ることにしました。それから2年ほどが経った今、その絵はうちにあります。その男性から連絡があって、その絵をうちで引き取ることになったんです。絵を持って行った当初、男性は絵をちゃんと飾っていたらしいんですけど、1年ほどが経ち、新しい絵を購入し、ばあちゃんの絵を押し入れにしまっていたそうです。その家には霊感の強い娘さんがいて、絵を買ってきた当初から、あの絵は寂しいとしきりに言っていたらしいんですけど、絵を押し入れにしまってから娘さんが、夜中になると家の中を見知らぬおばあさんが歩き回っている、そう言い始めたそうです。日が経つにつれて、昼夜問わず家の中を歩き回って何かを探している。このままではノイローゼになってしまいそうだ。どうやらそのおばあさんは押し入れから出てくるらしいんです。押し入れを調べた男性はあの絵のことを思い出して、有名なお寺さんに絵を持って行って相談しました。すると、この絵の作者は自分の息子さんを探しているんですよ、と言われて、結局自分の親父が長男ということでうちに来ることになったんです。絵が来た当初は何も教えてはくれませんでしたが、俺が高校生の時、その事実を教えてもらいました。樹海の管理人。兄さんから聞いた話。兄さんの友達がある時仲間と一緒に富士の樹海でキャンプをすることになった。昼過ぎに樹海についてキャンプに適した場所はないかと樹海の中をうろうろとしていた。歩いている最中に樹海の奥に蛍光色のパーカーを着たおっさんがいるのを目撃した。兄さんの友達は樹海の管理人か何かだと思い、そのおっさんに見つからないようにその場を後にした。最終的にキャンプにちょうどいい空間を見つけて、そこでテントを張ることになった。夜になって夕飯を食べ終わると、みんなでテントに入る。様々な話をしていたが、場所が場所だけに怪談話が始まり、大いに盛り上がった。だいぶ夜も更けてきた頃だった。テントの外から声が聞こえた。すいません。皆は一斉に凍りついた。すいません。また声がする。テントの出入り口からだ。誰かがそこにいる。すいません。誰も声を上げることができない。すると声はテントの周りを回り出した。すいません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 。仲間の中の一人がついに耐えられなくなって大きな声を上げた。誰だ？この野郎！これにつられて皆が叫び始めた。帰れこら！来るんじゃねえ！みんなでわめいていると外の声はピタッと止まった。そしてテントから去ってゆく足音が聞こえた。助かった。と思いながらも、その夜は結局、皆一睡もできなかった。
朝を迎えて、一安心しつつ、テントの出入り口を開けた。するとみんな、真っ青になった。テントの前に、蛍光色のパーカーが置いてあった。消えた時間。10年ほど前の出来事です。私の家に友人が訪ねてくることになっていました。その友人は私の家に来るのは初めてだったんですけど、駅からはほぼ道なりなので迷うことなく来れるはずでした。約束の時間の30分くらい前に、今駅にいる、友人から電話があり、私は家までの道順をもう一度説明し、電話を切りました。駅から家までは20分程度で着くので、頃合いを見計らって2階から道を見ていました。ところが、30分経っても40分経っても友人が来ないんです。道なりに歩いてきて、最初の信号を右。これだけの道順なのに。当時は携帯電話などはなく、家には私一人だったので、開けてしまうわけにもいかずに、そわそわしながら待ちました。1時間半近く経ったところで、やっと友人が現れました。駅っていうのは、これから、電車に乗る駅のことだったんだろうか。そう思ってほっとし、友人を迎え入れました。勘違いをしてずっと気をもんでいたことを、笑いながら友人に話したところ、私が電話したのは、最寄りの駅の〇〇駅だよ。そう言ったんです。そして私の家の時計を見て、え？もうこんな時間？と驚いていたんです。詳しく聞いてみると、友人は降りた駅から電話をし、まっすぐ迷いもせずに私の家まで歩いてきたというのです。私がそんなはずはない。駅から家までは20分程度で着くのだからと言うと、友人は1時間半も歩いたつもりはないと言いました。友人は、その駅で降りること自体が初めてでしたし、途中コンビニなど、寄り道できるところもないので、嘘をついているようには見えませんでした。ただ一つ、おかしなことがあったそうです。緩やかな坂を登っている最中に、足元を急に、猫か何かがささっと通り過ぎて、驚いて転びそうになり、電柱に、額をぶつけてしまったんだそうです。一瞬目の前が真っ暗になり、次目を開けた時には、頭をぶつけたはずの電柱から2、3メートル離れたところに立っていたと。でも、ほんの一瞬だったと思うし、その道はバスが通る道なので、長い時間倒れて放っておかれたとは考えにくいんです。一体何があったのか、今でもわかりません。先のことが見える。自分には先のことが見える。この力を自覚したのは、小学生の頃、人の式がわかって、それを人に話すというとんでもないガキンチョだった。その後、18歳まで見えなくなったんだけど、19歳になってからまた見えるようになった。こんな力はいらないって泣いた覚えがあるな。20歳からはこの力を使って賭け事して勝ったりしていたけど、その後も見えたり見えなくなったりで、現在は見える時期。
見えても今は数分か十数分先しか見えない。しかも自分では制御できないし、この力のせいで小説が楽しめなかったりするんだ。潜むもの。あれはもう4年くらい前です。当時私は中学2年生で、親から勉強しなさいとか、〇〇ちゃんとはもう遊んじゃダメなど鬱になりそうなことばかりが続いていました。そのノイローゼからか体調を崩してしまい、親が申し込んだ塾の夏季講習にも行けず、田舎のおばさんの家に数日間だけ預かってもらうことになったんです。そのおばさんの家は築数十年かは忘れましたが、かなり古く、日が落ちた頃に到着した私には、なんか古臭くて怖いなというイメージが強かったです。それでも勉強や日常から嫌気がさしていた私にとってのこの数日間は、楽しい気分転換になるはずでした。もともと体は丈夫だった私は、早速次の日のお昼から近所を見て回ることにしました。そのおばの家の裏手には大きな林があって、昼間でも薄暗くジメジメした雰囲気でした。さすがにその林には入る気にはならず、近所の田んぼとか畑、駄菓子屋さんとかをブラブラして、疲れたらおばの家の居間でゴロゴロ。すごく楽しくて、ずっとこのままいたいな、なんて思っていたんです。私のおばは、すごく物静かな人で、おじと離婚して以来、一人でこの広い一軒家で住んでいたようで、私が来たことをすごく喜んでくれました。おばは私のことを当然知っていたんですけど、私は覚えてはいなかったんです。久々に勉強から解放された解放感と嬉しさで、夕飯の時は一人でずっと喋っていたと思います。私はふと聞いてみました。裏の林っておばさんの土地なんですか？と。するとおばは一瞬黙りましたが、そうよ。でも長いこと、人の手が入ってないから、入ってはダメよ、と、少し笑顔で答えました。そんなこんなで、滞在も、あと一日、というとき、忘れられないことが起きました。私が泊まっていた部屋は、林側に面していて、野生動物の声が、たくさん聞こえていたんですけど、その夜私は、ものすごく気になる音を聞いたんです。ぐちゃ、ぬちゃ、ぐちゃ。なんだかぬかるみを歩くような。その音が徐々に大きくなるんです。私が泊まっていた部屋は窓がなかったので、外の様子は中からはわかりません。時計を見てみると、もう12時。おばは10時には寝る人だったのでおばではないし、裏の林はおばの土地、他人が入ってくるわけはない。それから15分くらいその音はずっと鳴っていました。次の朝、やけに早く目が覚めた私は、昨日の音、あれは何だったのかものすごく気になり、目覚ましついでに、裏の林に行ってみることにしました。東側のフェンスを開けて、家の裏手に入る。中は一層と薄暗く、ジメジメしていて、朝というよりも、夕方って感じでした。そして、私が泊まっていた、2階の部屋の、
外壁付近を見てみると、何かがついていたのです。赤黒い、ぐちゃっとした、遠くからでも生臭い匂いのものが。私は気持ち悪くなり、林から出ようとした瞬間、視線を感じて振り向きました。そこには、妙に頭がでかく、赤い顔をした、猿みたいな生き物がいたんです。そしてこちらを睨みつけていました。今にも、こちらに飛びかかってきそうな顔で。私は、慌てて走って逃げました。あまり寝ていなくて、頭もぼーっとした状態だったから、見間違いかもしれません。でも、確かに私は見ました。私はおばに、このことを話しました。おばは、何も教えてはくれませんでした。ただ黙って、見間違いだから、忘れなさい、とだけ。私の母親に聞いても、そんなものは見たことがない、見間違いだ、そう言われました。でも今でも、あの、ぐちゃ、ぐちゅっという音が、時々聞こえてくる気がするんです。誰か、似たようなものを見た人いらっしゃいませんか？あれが何だったのか、答えが欲しいんです。このまま、怯え続けるのは辛いんです。覗くおじさん。先々週の日曜、居間で昼寝をしていた母さんが真っ青な顔で私の部屋に来て、変質者が出たって言ったのね。今には二つ窓があるんだけど、西側にある胸の高さから天井まである方の窓から見えたんだって。それは男で、額の上に手を置いて窓に顔をつけて部屋の中を覗いていたんだって。見えたっていうより、覗いていた男と完璧に目が合っちゃったらしいんだけど。で、その窓は庭に面しているから、男は門を通って、あるいは塀を越えて庭に入ったってことになる。びっくりして私も今に行ったんだけど、男はもういなかった。外に出て確認もしたんだけど、門は閉まっているし、塀の上にもプランターがびっしり並んでいて、どう考えても人が入った形跡はない。結局、寝ぼけていたんだろうってことになった。で、先週の日曜の昼間、そんなことはすっかり忘れて、私は一人で、居間で雑誌を読んでいたんだけど、ふと手元が暗くなって、曇ってきたのかなと思い、例の西側の窓の外を見た。そしたら、いたの。スーツ着たおじさんが、手で庇を作って、中を覗き込んでいた。今でもはっきりと覚えているんだけど、目の下に大きなシミがある。50から60歳くらいの白髪混じりのおじさんだった。おじさんは台か何かに乗っているらしくて、窓の下の縁は胸の高さのはずなのに、股の下まで見えていた。見下ろしてきているから余計怖かった。おじさんの鼻の前のガラスが息で曇っていて、マジで変態だって思い寒くなった。悲鳴あげなきゃって思うんだけど、怖くて声も出ないし、目もそらせない。なんていうか、悲鳴をあげるタイミングを失ってしまったって感じかな。どうしようって泣きそうになっていたら、おじさんの後ろに、父さんの姿が見えた。
庭で土いじりをして、終わって家に戻ろうとして、その窓の前を通ったみたいなんだよね。父さんがふと立ち止まって、こっちを見た。ああ、助かったって思ったんだけど、父さんは、おじさんを見上げるだけで何もしない。なんでって思ったと同時に、おじさんが凶器か何か持ってるかもって思った。まあ、丸腰で両手を使って、ひさしを作ってるんだから、そんなはずはないんだけど、その時はなぜかそう思った。ああ、どうしようって思っていたら、父さんの視線に気がついたらしく、おじさんは窓に手を添えたまま、ぐるっと父さんがいる方を振り返った。その時、父さんが危ないって思った私は、発作的に読んでいた雑誌を窓に向かって投げた。でも雑誌の方向が悪くて、窓に当たる前にベロッと開いて落下。しかも、窓の下の棚に載せてあった写真棚に当たって、その写真が落ちてしまった。その時初めて、おじさんから目をそらして、落ちた写真立てを見たんだけど、はっと顔を上げると、もうおじさんはいなくて、父さんの姿もなかった。何かあったのかも、と思って、大声で、二階にいた母さんを呼んで、母さんが降りてくるのを待たないまま、電話の受話器を持って、外に出てみたら、玄関の前で、軍手の土を払っている父さんがいて、どうしたんだって、驚いた顔で私を見た。で、ちょっと興奮気味に、ことのあらましを説明すると一言。誰もいなかったよって。そんなはずはない。お父さんも見ていたでしょ？窓におじさんがいたでしょ？と言うと。いや、窓の一箇所が曇っていたから、おかしいなって思って見ていたんだよ。しばらく見ていたらすぐ消えたけど。と答えた。だから人なんかいなかったって。で、よくよく考えてみたんだけど、例の窓の外、下にはいっぱい植木が置いてあるのね。先々週、庭を見て回った時は、何とも思わなかったんだけど、さっき見た、おじさんの高さになるような、踏み台なんて置けるわけがないんだよね。置けたとしても、窓と距離ができて、とてもじゃないけど、顔をつけることなんてできない。それを考えて、ものすごく怖くなりました。結局父さんが、一応という形で、派出所の人に連絡をし、うちの周りを見回ってもらったんだけど、その一帯には、変質者の被害届なんかもなかったんで、酔っ払いかなんかのいたずらだろうってことで片付けられてしまった。植木のことを話しても、君の錯覚で、男は窓から少し離れていたんだろうって言われてしまったし、母さんと二人きりの時、おじさんの特徴を話し合ってみたんだけど、どうやら同じ人物だったみたい。母さんは目があって、すぐ私の部屋に逃げてきたみたいだけど、目の下のシミははっきりと覚えていた。なんだか今となっては夢のようで、だんだん現実味が薄れてきているんだけど、とにかく人生最大の恐怖体験だったことは確か。今でもちょっと怖いので、次の日曜は一日中出かけていようと思ってる。片田舎のラブホテル。
ちょっと昔の話です。彼女と車で旅行をしていて、宿泊するところがなく、とある地方都市の片田舎のラブホテルに入りました。ラブホテルとは言っても、建物は旅館に近い雰囲気で、建物の中に入っても誰もいない。キョロキョロしていると、声がするので振り返ると、いつの間にかおばあさんがいて、部屋に案内してくれた。ここって普通の旅館だったんだ、と思いながら部屋の中を見ると、夏だというのに壊れかけた石油ストーブが置いてあり、部屋中ほこりだらけで湿っぽい感じがしてる。嫌な予感がしていると、トイレに入った彼女が真っ青な顔して出てきて、水洗の水が真っ赤だったって。もうこんなところいられないと部屋を出て苦情を言ってやろうと、さっきのおばあさんを探したのだが、どこにもいない。結局、そのまま車に乗って立ち去ることにしたんだけど、最後に振り返って建物を見てみると、さっきまで見ていた建物とは全く違った外観に、いつの間にか変わってしまっていて、そこには崩れかけた廃屋が立っていた。その後は二度と振り返らず、30分くらい車を飛ばし続けました。おばあさんやトイレの水くらいは偶然であり得るかもしれません。ですが、最後の普通だった建物が一瞬のうちに廃屋に変わっていたことだけは、今でも全く理由がわかりません。夢じゃないよ。これは親戚の話。親戚が新築のマンションで一人暮らしをしていたんです。この部屋が何かおかしい。窓が少なくて、異常に暗くて、ジメジメしてる。裏が川で、その向こうが、うっそうとした林の神社。電気は備え付けなんだけど、暗くて、よくチカチカする、裸電球。隣の部屋の人が、夜中に部屋を飛び出して、翌日引っ越しをした、など。昼間に一度留守番をしたことがありますけど、やたらとユニットバスが怖く感じました。そんな部屋で親戚が夜遅くまでテレビを見ていたんですけど、ふと気がつくとテレビが消えている。そして自分は誰かに相槌を打って話を聞いていたそうなんです。もちろん部屋には誰もいない。静まり返った部屋には、かすかにキッチンの換気扇の音が響いている。そんなことが数日間続けて起こりました。とうとう怖くなり、相槌を打つのをやめようとしましたが、どうしてもやめることができない。意識ははっきりとしているのに、これは夢だ。夢に違いない。起きなければ。そう思ったとき、どこからともなく、男の太い声で。夢ではないよ。そう聞こえてきたそうです。夜間警備。昔病院で夜間警備のバイトをしていた時のこと。二人制で交代をしつつ仮眠を取っていた午前2時。専用の仮眠室は用意されていなかったため、人がいる棟とは別の棟の部屋を使用していた。その棟の地下には冷暗室があり、多少気味が悪かったが、もうかなり慣れていた頃、ことが起きた。
仮眠は仮眠であり、それほど深くは寝つけなかったが、私はある夢を見た。それは私が階段を張って登る夢であった。ずるり、ずるりと言うことを聞かない体をくねらせ、階段を登る夢。私は夢の中でぼんやりと、ここだと思う部屋を目指す。見たことのある部屋。今私が仮眠を取っているはずの部屋。私はその瞬間に目を覚まし、汗でびっしょりと濡れた額を拭った。本当に意識のある夢だった。嫌な夢を見たな、と声にせずに言った。少しでも早く人がいる場所に戻りたいと思った。だが、その日は妙に疲れていたのか、私は自分でも気がつかないうちにまた眠りについた。ドーンという鉄の扉が閉まる音で目が覚めた。一瞬何が何だかわからなかった。寝転んでいるはずの背中の感触がなく、重力は紛れもなく私の両足にかかっている。真っ暗な場所。二つのおぼろげな光。私は霊暗室にいた。先ほどの音は自分で扉を閉めた音らしい。目の前のベッドにはご遺体が一人眠っている。どうやら私は呼ばれてしまったのだ。ほとんど取り乱して私は人がいる塔へと逃げ帰った。後から聞いてみると、病気で両足をなくした方がその晩亡くなっていたとのこと。だから張って私を呼びに来たのだ。幽霊コンビニ。俺がバイトをしていたコンビニでの話。俺が仕事をするのは夜の10時から翌朝の6時までの勤務で、田舎なもんで深夜にはほとんど客は来なかった。で、その時は俺と店長の二人だけが夜勤に入っていた。その時の俺はまだ入りたてのペーペーだったんで、慣れない清掃機に悪戦苦闘しながらえっちらおっちら掃除していたんだ。ふと雑誌を立ち読みしている若い女がいることに気がついた。確か掃除を始める前は一人も客はいなかったはず。あまりに掃除に懸命になっていたから気がつかなかったんだなと思い、じゃあこの清掃は後回しにしようと、くるりと回れ右をした瞬間、絶対に許さないんだから、と後ろで女が叫んだ。何事だと思い振り返ってみると、そこには誰もいない。俺は呆然として、店長、さっきそこに女性のお客さんいましたよね、聞いてみると、ずっとレジにいたから客が入ってきたらわかるよ、誰も店には入ってきていないじゃないか、との答え。この時は疲れているんだと思って自分を納得させたけど、あまりにも霊現象がこのコンビニで続いたんでバイトを辞めた。後で聞いたところによると、近所では幽霊コンビニとして有名な場所で、いくら新しいバイトを入れても夜勤をさせると皆辞めていってしまうらしい。その後俺はもっと学校に近いアパートに引っ越しをしたんで、今このコンビニがどうなっているのかは知らない。
録音再生の声。心霊スポットとか、軽い気持ちでは、絶対に行ってはいけないと、痛いほど分かった体験。中学校時代の仲間が、5人集まって、酒を飲んで遊んでいた。しばらくして、話も飽きてきて、車で来ている奴がいたんで、その車で、どっか別のところに行こう、ということに。ちなみに、運転手はちゃんと酒は飲んでいないんで。カラオケなんかもありきたりでつまんないなって話になって、そのうち誰ともなく、うちの地元では結構有名な心霊スポットの廃墟病院に行ってみようってことになった。ただその場所は、心霊現象以前に賊がうろついていたり、様子がおかしい奴がいるっていう話もあったんで、最初はそんなのがいたり、属者が泊まっていたりしたら、やめとこうってことにしたが、いざ、現地に着いてみると、賊どころか、あたり一面真っ暗で、4階建ての、その病院だけが壁が白いので、妙に、暗闇に浮き上がって、絵に描いたような場所ではあった。俺はその時、正直ビビってしまって、やっぱやめないかって言っていたんだけど、他のみんなは妙にテンションが高く、ここまで来て帰れねえよって感じだったんで、水を差すのもなんだなと思い、とりあえずついていった。病院の周りは林になっていて、あたり一面草だらけで、最初は蚊に気を取られていたような感じだったんだけど、だんだんと病院に近づくにつれて、あたりの空気が寒くなったような気がしてきて、俺はかなりビビっていた。そのうち、先頭を歩いていた王が、おい、こっち来てみろよ。マジですげえぞ、と、突然大声を上げた。慌てて王のところに行ってみると、AV が捨ててあっただけで、王は、お前たちビビりすぎだ、とか言って笑ってた。王は蹴りなんかを入れられて、今度は S が先頭で病院へと入っていった。病院の中に入ると、案の定ボロボロ。壁なんかにはセオリー通り、スプレーで落書きなんかがされていて、懐中電灯で照らしながら、一階を回って、二階に上がったとき、王がついてきていないことに気がついた。王を探すために、一度戻ろうかと話をしていると、廊下の奥の方から、おい、こっち来てみろよ。マジですげえぞ。と、また王の声が聞こえてきて、そっちを電灯で照らしてみると、よく見る、手術中のランプが見え、そこが、手術室のようだった。俺たちは、またかよって、そっちに行こうとすると、S だけ、動かずに、俺たちの方を見て、なあ、さっきの声って、なんか変じゃねえか?と言ってきた。いや、さっきの声さ、王が、病院の下で言った言葉と、全く一緒じゃないか?まるで録音したみたいに。と。それを聞いて、まさか、と思っていると、また。おい、こっち来てみろよ。マジですげえぞ。と聞こえてきた。俺は、全身鳥肌が立ち。なんか嫌な感じがする。とりあえず、一回戻らないか?三人に行って、一階に戻ろうと提案した。でも、確認はした方がいいんじゃねえか、とか話していると、今度は明らかに、王よりも低く大きな声で、おい、と聞こえた。その瞬間、もう誰となく走って階段を駆け下り、一階に、そして入り口に戻ってきた。
するとそこに、王が、苛立った感じで待っていた。俺たちは訳がわからなくなり、王に、お前どこにいたんだと詰め寄った。すると王は、どこも何も、お前たちこそ、どこ行ってたんだよ。俺ちょっと、小便したくなって小便してたら、お前たちどんどん前に行っちゃって。裏口みたいなところから出ていくから、追っかけて行ったらいないしよ。携帯も使えないし、一人で行くのもちょっと怖かったから、ここで待ってたんだよ。と、置いて行かれたことに、怒っているといった感じだった。俺たちはもう、何が何だか訳がわからなくなり、とりあえず車に乗って、その場所から大急ぎで逃げた。俺たちが体験したことを王に説明すると、王は議会には行っていないし、じゃあ、俺が見た、お前たちは何？といった感じで、全員がもうパニック状態になっていた。その後メンバーに、特に不幸とか事故なんかは起きてはいないけど、今思い出しても本当に背筋が寒くなる。二度とあの病院には行くまいと思うよ。